国軍、速やかに下がれ。体勢を立て直した後、上杉本陣を攻める。我、義に、信長を討つ。孤立した敵を確保できるし、敵本陣を攻める。いざ、順調に勝負。織田と上杉の真意を発する戦、完膚なきまでに戦えば後の禍根となろう。だがその分許されるから。名のある武士とお見受けいたす。敵将信長の召しと見事ね。私も敵将信長の召しと男自らもったいなき死を。柴田殿、突出した柴田殿を救出してくだされ。足の制止も聞かず勇猛かという武器で出られたゆえ、あるまじき失態じゃ。元の面目がござらん。いざ尋常に勝負。苦戦するとは、抜くとは。なんとこれしき。敵将信長が召しと。見事ね。私を持っていただきます。援軍感謝。援軍下がるぞ。敵将信長が召した。お見事でございますな、謙信君。なぜ信長様に抗うのです。義の名のもと民を戦に誘うなど平生の道に反します。誘うは我ら義が魔王への屈服を拒む。押して参る。敵将信長が召した。自ら大なき死を。愛を手に持ち信長が姿を見せる。敵将信長が召した。お見事でございます。ここらでよいか。全軍止まれ。必ずや反目が起こる。あの方の宿命なのだろうか。それが世の望み、そして私の望みだ。そこに生きるべき民をきっと立て、戦なき世のため。無価値、我が天下に呵責はなし。認めぬなら己が天下を築くな。援軍から入ったぜ。援軍いざ戦う。私はどうすればいいのか。私が望む信長様の天下ではなかったのか。ここらでよかろう。全軍取れ。よし、全軍ここで体勢を立て直すぞ。
教えてやる。第六天の下、信長が修羅と制御。名のある武士とお見受けいたす。まさに天の助け。敵将、信長が滅した。見事ね、私を持っている。この辺りでよく援軍待機だ。この信長、我が天下を望まぬ者は消し去るのみ。敵のすべてをなだ切りにせい。押して参る。お見事、さすがでございますな。全軍、織田本陣を狙え。消え失せよ。